スポーツ文化ジャーナリストの宮島靖子です。今日のカルティベーター無料セミナーズームの前に集まればですね、なんとテーマをですね、鬼ごっこといたしました。鬼ごっこ協会平峰さんとそれから葉崎さんのお二人を、お招きいたしました。で今日ご参加の皆様ありがとうございます。こんなね昼間の時間にねよく来てくださったなと思いますけれどもちょっとご紹介しましょう。葉崎さんと平峰さんです。どうも6年ぶりでございます。いやもう本当にお久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございますもうね鬼ごっこってやってるの名前でわかると思いますけど、皆さんいつまで経っても若い、全然自分の心のままちょっと自己紹介よろしくお願いします。はい、じゃあ私の方から、鬼ごっこ協会で理事をしています葉崎隆夫と言います。よろしくお願いします。はい、子供の頃は何を一番お好きでおやりになってたんでしょう。まあもちろんあの鬼ごっこは当然大好きでやってましたし、あとはまあ本当にサッカーも野球もなんかとりあえず一通り小さい頃はあの楽しんでやってた記憶があります。ほう、また鬼ごっこにハマった理由っていうのはなんかじゃあ後でいろいろ聞きたくなってきましたので、そうですね、あの後ほどお話できればなと思います。じゃあそして平峰さん。あ、はい、僕はあの国際スポーツ鬼ごっこ連盟の事務局長してます平峰雄志と申します。本日よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。僕はあの、はい、ちっちゃい頃は、小学校の時はずっとサッカーやってまして、でも中学校からずっとこう高校までもずっと卓球一筋で、まあ、ずっと個人スポーツをやって、まあ、楽しんでやってたんですけど、まあ、卓球やったのは小学校の頃になんかコミュニティセンターで卓球台が置いてあって、でそこで友達とやって楽しかったからこういろいろやったりとかしてた感じですね。で、まあ、僕もちっちゃい時は本当に、まあ、ポコペンとかいろんな鬼ごっこをこう本当に地域の友達とやって、こうなんか近所の家に勝手に入って隠れたりとか、そのあとサッカーも近所の家の壁をゴールにしてやってたんで、むっちゃ壁削っちゃったりとか、なんか昔は自由だったなと思って。そうなんですよ、今そんなことやったら家宅侵入で訴えられる。いや、そうです今やったら怒られます。あと器物破損ですよ多分いや本当にあの昔というのはあの、まあ、緩いという言い方をすれば緩いという表現があるのかもしれませんけれども、その村落共同体というかコミュニティ全体でその子どもを見守ろうとか、あの子どもたちを大切にしていこう、でどこの子どもがいても、あどこどこちゃんの誰誰ねとか、はい、あお母さんとお父さんはあの人で、おばあちゃんとおじいちゃんがあの人で、それで弟も妹もこの子でって、それを村の人たち全員がこう把握してたようなところがありましたよね。そうですね。だからあの僕も本当にちっちゃい頃鬼ごっこやってて、あやっぱ怒られるおじちゃんとか、まあ、なんとなくいて、でその人から言われたこととかやっぱ今でも覚えてたりとか、で多分その今思えばそこでいろいろ言ってくれてた人も多分、あこういうことはダメなんだよっていうのをなんとなくこう教えてくれてたんだなっていうのが今思えばこうあって、でもそういうのもまあ一つ大事な部分ではあるのかなっていうのは、なんか今になってでそういうのが全くなくなってきちゃってるので、なんか、良かった部分も一方ではあったのかなと思いますよね。本当ですよね。そうありますよね。私なんかあのおせっかいのおばさんだからね、なんかバス停でねなんか待ちながらその、フェンスのところでぐるぐる回ろうとしてる子供がいたからもうすごい危ないじゃないですか。で危ないよ、ここはちょっとそれするとこじゃないからね、学校の鉄棒ってやろうねみたいなこと言ってた横に親がいて、まあ怖いおばさんねとかって言われて、その子が、何親がいるんだったらちゃんと注意すればいいじゃないなと思ったけど、注意すらままならずというかね、あのこう思ってすぐ注意することができない時代になったなと思いますけれども、さあそんな中で鬼ごっこっていうのは私たちの世代にとっては当たり前のようにやっていました。さっきおっしゃったあれが隠れ鬼っていうか、隠れんぼって言ってましたかね私は。そうですね、はい、かくれんぼっていうのと、あとそれから鬼ごっこ、この2つはもう絶対マストでやっていたんですけれども、実際これなんかさっきちょっとウェブで調べたら全国に鬼ごっこと言われるものが250以上あって、鬼がつく遊びを入れると2000以上になるって書いてあったんですけど、こんな感じなんですか。でも本当に、まあ、数千種類はありますね。え？あります。そうですか。はい、もう本当にそれこそちょっとずつローカルルールが違ったりとか、あとは本当に
呼び方が違ったりとか、あの微妙な差ではあるんですけども、それでも本当に分類で分けてったりとかすると本当3000種類ぐらいはあるというふうには言われているし、逆に言うとあの、まあ、僕らもこういろんな時に話す時になんかある種正解は無限にあるというか、それこそ新しい鬼ごっこっていうのも多分どん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 こう作っていくことができるというか、それこそ多分あの今日もいらっしゃってる方の世代によってやってきてる鬼ごっこ多分違うと思うのでみんな当たり前が違うんですおそらくもしあなた後で聞くとやってる鬼ごっこと多分違ったりとか、あとは多分今ちょっと後でも話しましょう、今流行ってる鬼ごっことかも全然ほんと違ったりとかするので、うん、だそれもある種同じ鬼ごっこっていう共通用語なんですけども、なんかそこでのいろんなこうお互いの会話が結構面白かったりとか、うん、自分はこんな形だ、例えば泥系ってあるじゃないですか、はい、泥棒と警察ですね、そうです、あの鬼ごっこの結構メジャーな一つなんですけども、あれも本当に地域によって呼び方が全然違って、それこそあの、まあ、僕もそんな呼び方面白いなと思ったのが、あの大阪とかだとなんか探偵って呼んだり、ヌスタンって呼んだり、ヌスットと探偵みたいなヌスタンね、そうだからこう本当に呼び方が違って、なんかそこでこう結構会話が弾んだりとか、なんかそういうのもあって、なんか一つ の, あの会話のきっかけにもなったりっていうのがあの鬼ごっこの話をしてるとあって、まあ、そういうのも面白いなっていうのがありますね。あのそもそもなんですけれども、その一般社団法人鬼ごっこ協会っていうのをなぜ立ち上げられたのか、そして国際スポーツ鬼ごっこ連盟というのが一体何がするところなのかって、この辺をちょっと簡単に、はい、あの多分おそらくここに参加してらっしゃる皆さん何それって思ってらっしゃるかと思うのでお願いしますじゃああれ見せながら、あそうですね、じゃあちょっとあの共有で画面共有します、はい、お願いします。ちょっと見ながらお話しできればと思います。あ、皆さんもしあのご自分の画面がですね、この共有画面を邪魔してしまうというようなことがありましたら、皆さんの画面の一番上にその、サムネイルビデオの非表示っていうのが一番何もない一番左側にあるのをちょっとクリックしていただくと消えます。皆さん自分の写真がね、そうしていただくとこの画面が全部しっかり見えると思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではどうぞ。はい、まあ、簡単にというか、あの鬼ごっこ協会知らない方もあの多くいらっしゃるし、まあ、スポーツ鬼ごっこっていうのもあの知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとあのここで簡単に、鬼ごっこ協会のちょっとお話をしたいなというふうに思っております。で、まず鬼ごっこ協会の、取り組みということなんですけれども、大きな、まあ、ビジョンがいくつか、まあ、あるんですけども、そこでまあここに書いてあるように、まあ、鬼ごっこがつなぐ地域人の絆づくりということで、まあ、本当に鬼ごっこが中心となって、まあ、地域とか人っていうものがこう絆を作っていくというようなあのビジョンで、活動している団体になります。そしてまあ組織概要としてなんですけれども、まあ代表理事がまあ私の父親でもあるんですけれども、あのまあ自分で鬼ごっこ博士ですという形でいつも呼んでるんですが、まあ、あのいろんなスポーツとか遊びとかを研究してきた方が、まあ、代表理事でやっております。で、まあ、簡単に、まあ、ここでちょっと設立までの背景という形で、まあ、ここにちょっといくつか、1,2,3,4 というふうに書かれてあるんですけれども、まずまあ2番目のそもそも鬼ごっこというものに着目した背景というのが実はあのちゃんとありまして、今から35年ぐらい前にあのまだ当時子供大人でもそんなに肥満とかっていう言葉があんまり多くない時代に、まあ、将来あの子供でも肥満が肥満と言われるような子供たちが増えてくる可能性があるというような、まあ、提言みたいなのが出された時に、あのまあ、それの運動のためのプログラムを作ってほしいということで、会長のところにお話があったそうです。で、まあ、いろんな
それこそ会長も日体大を出てペンシルバニアの大学のスポーツとかを学んできて、いろんなスポーツをこう知った上で子供たちにやってもらったんですけども、まあ、全然こう興味を示してくれないというジレンマがあったそうで、まあ、じゃあ何をすればいいんだろうってすごい考えて出てきたのが鬼ごっこだった。だそれこそ鬼ごっこをやった時の子供たちの楽しそうな表情を見た時に、あ、これはもしかしたら鬼ごっこというもので運動が苦手だったりとかあんまり好きじゃないっていう子たちでも運動というものをこう取り組む機会になるんじゃないかということで、やったのが実は鬼ごっこというものに着目した背景だったそうです。で、まあ、そこからいろいろ研究をして鬼ごっこ協会ができる、まあ、きっかけではないんですけれども、その一つの大きな出来事として、そのもっと古い30年ぐらい前に、まあ、当時大きくなかったりして、まあ、任天堂とか ああいうところのこう開発者たちの相談とかも、その仕事柄のちょっと都合上聞いていたそうなんですけれども、まあ、そこでのこうやっぱり開発者たちの熱意とかがすごかったそうで、いわゆるデジタルゲームで、まあ子供たちがこういうものをやる時代が来るなっていう絵が見えた時に、まあ、やっぱりそれの面白さと、でそれをやるとやっぱりなかなかリアルに遊んだりとか運動する機会っていうのはやっぱ絶対一方で減るけど、やっぱなかなかその、ゲームにと対峙するような遊びとして面白いコンテンツ、体を動かしたっていうものがなかなかできないって時に、まあ、じゃあ何をやろうかって言った時に、ある種ゲーム性、戦略性、対戦型のある鬼ごっこっていうものをやっぱ開発していく必要があるんじゃないかと言ってできてきたのが実はスポーツ鬼ごっこです。あ、なるほど。じゃあ私たちが鬼ごっこってやっていたのは本当に遊びで、なんかどこからともなく伝承されてきたものを、はいはい、ね、自然発生的にじゃあ誰が鬼って言って、はい、もう教えられるままにやってましたけれども、はい、これは羽崎康夫先生がそのデジタルゲームのアドバイザーをしていながら、ああこういう対戦戦略性、ゲーム性、対戦型のものがやっぱり子どもに受けるんだってことを意識して、あえて作られたルールということなわけです。そういうことですね。はあ、だからそのイメージしてるのは、うん、そのスポーツっていうよりも、うん、ゲームと比べてっていう方がむしろイメージとして強かったそうですね。なるほどね。そうすると3番のデジタルゲームの場合には指とそれから脳と目が使ってウィ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 ってやってる、はい、それを全身の身体を使って、はい、そうですね、そうがスポーツ鬼ごっこの開発につながったということなんですね。なんか新しいスポーツを満たそうってして、まあ、作ったわけではないっていう風な。なるほどね。そうか、私なんかどうもその辺がスポーツ鬼ごっこって言った時に今まで自発的にやってた鬼ごっこでなんでダメなのかなっていう疑問、まあ、なんかよく言われますね。ねえ、でもこうやって見てみると真ん中にデジタルゲームが登場してそっちにさらわれてっちゃうぐらいだったらこっちに引き戻そうっていうのでこういうことを考えられたっていうのはとてもよくわかりますね。で、まあ、そういうのをこうずっと子供の城というところでいろいろやっていて、子供の城ってことによったら渋谷にあったのですか。そうです、太陽の塔の、あ、そうです、そうです、いや、ね、なんだっけ、爆発だ、芸術は爆発だ、あ、そうです、そうです、岡本太郎さんだ、はい、もう取り払われちゃいましたね、2、3年前にあれなくなりましたね。そうです、なくなっちゃいましたね。都が今買い取ってなんかいろいろ考えてるみたいですよね、はい、そうですね。 あそこでおやりになってらっしゃるんですか。あそこのこう設立前からあそこのずっとこうなんだどんなプログラムをやるかとかを全部考えてたのが、うん、協会の会長だったそうで、はいはい、でずっと30年ぐらいあそこのプログラムを作る中で、でこう30年ぐらい研究した結果マストでやらなきゃなんないのが鬼ごっこだに行き着いたらしいんですけど、でこうやっぱりでもその協会設立ってのがある種今の話とちょっと近いのが、その結局誰かがこう鬼ごっこっていうものが大事だよって言っててもなかなかこう一人が言うことの
発言力だけだとやっぱなかなか難しい部分がある中で、やっぱそれがこうちゃんと社会に伝わっていくためには、こう法人というか、まあ団体というものがあった方がいいんじゃないかっていうことで、今から約10年ちょっと前ぐらいに設立したのが実は鬼ごっこ協会というような形になります。で、私もその設立の時から、まあ、設立前のところからいたんですけども、やっぱりまあ、ある種僕ら世代ならではのその SNS の活用とかなんかそういうのも含めて、まあ、いろいろ協会としてそこから今やってきてるっていうような形になりますね。でも結構なんか最初に結構面白く誤解を受けるのが、そのお問い合わせしてくる方がだいたいこうもっと年上の方がやってるってイメージしてお問い合わせもらうことが多くてあらら、若いのに鬼ごっこやった世代じゃないじゃないって。でこういうやっぱ伝承遊び系ってもうちょっとその年配の方がやってたりするので、逆にその行政とかに訪問した時にこういうこう若い世代来たと思わなかったみたいな。そうですか、なるほどね。でも設立が2010年ですから今年も10周年になるわけですね。そうです、10周年をこういう大変な中迎えたっていう感じ。ねえ、でもおめでとうございましたよ。いやいや、ありがとう。10年続けるって本当に並大抵のことじゃないと思います。でまたこういう時だからこそこうやってズームでみんなにこういう鬼ごっこ協会のことを知っていただくっていうね、連盟ですね、鬼ごっこ協会です、協会と、あと国際スポーツ鬼ごっこ連盟、この2つの存在をしていただくということになるんだと思いますけれども、大体まあこうやって葉崎さんのお父さんが作られたものをもとに一般社団法人鬼ごっこ協会が作られ、でこれ国際スポーツ鬼ごっこ連盟というのは平峰さん、これはどうしてまた作られたのですか？こちらの団体は、ある種鬼ごっこ協会の、まあ、ある種関連団体になるんですけども、そのあえてこう分けたのは、こうスポーツ鬼ごっこ単体で例えば日本スポーツ鬼ごっこ協会とかっていう風な形に、まあ、することもできたんですけども、そうするとスポーツ鬼ごっこをすることが目的になって、その一番最初にその会長の方がやってたその鬼ごっこを軸として、まあ、いろんな人にいろんな遊びをやってほしいっていうのからちょっとずれて、こうスポーツ団体化してっちゃうの でそれはあえてこう国際スポーツ鬼ごっこ連盟って作って、でそこでまあちゃんとライセンス発行したり、いろいろこう指導員審判員を養成したりして、こうちゃんと鬼ごっことこう、まあ、区別できるようにっていうことで、もう設立の当初から一番最初はなんか神奈川県でやってたので、その神奈川県スポーツ鬼ごっこ普及推進委員会っていう、こう謎の委員会からスタートしたんですけどでそこからこうだんだんこう連盟になって、こういろんな日本全国にもなんか数十箇所の連盟愛好会ができたりとかして、まあ、広っていってるっていうふうな形で、なのであえて鬼ごっこ協会っていうのと分けてネーミングはしてますね。ただあくまでも鬼ごっこ協会の中にあるっていう。そうなんですよね。ああ、なるほどね。だからいろんなかくれんぼとスポーツ鬼ごっこも一緒っていう。ああ、わかりました。だいたいこれ協会のご説明のパワポはこんなとこですか？いや、また、はい、じゃあお願いします。はい、で、まあ、我々の先ほどのビジョンのところの、うん、まあ、ミッションのところであるのが、はい、まあ、それこそ鬼ごっこのある町づくりということで、本当に鬼先ほどの一番先頭に言った、まあ、鬼ごっこを通じて絆づくりをしたいっていうのにつながるんですけども、本当に鬼ごっこが当たり前にある町、そうそう、公園で鬼ごっこをしてるということは、うん、やっぱり子どもたちがそこで集まって一人ではできないので、うん、この子どものコミュニティが生まれ、でそこで遊んでるっていうことはそこに寛容性があるし、安全だったり安心があるっていうものがあったりとかっていうので、本当に鬼ごっこが当たり前にある社会っていうものができてくると、まあいろんないいことも生まれるんじゃないかなということで、うん、でその中でまあ、スポーツ振興、文化振興、地域貢献、まあ、国際親善ということで、まあ、挙げているんですけれども、本当にまあ、ある種鬼ごっこも運動効果とかいろんなもの、本当にスポーツの一つに入れても全然おかしくないぐらい、やっぱすごいスポーツ的なものがあって、でそれを通じたいろんな振興っていうものもできますし、で後でこの後ちょっとお話しする
鬼ごっこもものすごい歴史のある文化のものなので、まあ、そういったその文化的な信仰っていうものにもつながってくるとも思っていますし、で地域貢献としては本当に鬼ごっこを通じてそこでイベントをやったり、それこそ子どもたちが学校で鬼ごっこ、スポーツ鬼ごっことかもやることでの、まあ、いろんな地域での貢献ができたりとか、まあ、あとは鬼ごっこっていう遊びそのものは全世界にもあるので、その鬼ごっこという名前ではないんですけども、全世界にもあるので、まあ、それをお互いのある種鬼ごっこ的な遊びの共有をしたりとか、日本の鬼ごっこをやっても、逆に言うと外国の鬼ごっこもやるっていうことでのある種国際交流とか、まあ、そういうものもできますし、ある種鬼ごっこを通じた体の触れ合いをしながらの国際親善というものを実際今のところもやっていますので、まあ、そういったところにも役に立つのではないかなということで、まあ、いろいろなミッションでやっております。で次がで、まあ、ここが結構我々も大事にしているというか、はい、まあ、コトロコトロという宮島さんご存知ですか？これいいえ、コトロコトロ今回初めて初めて聞きました。はい、コトロコトロという鬼ごっこが、まあ、最も実は古いと言われている鬼ごっこでして、はい、まあ、1300年ぐらい前から伝わる鬼ごっこというふうに言われているんですけれども、鬼ごっこって当たり前のように、なんかどっちかというと本当に追いかけっこイコール鬼ごっこっていうイメージの人って結構多いじゃないですか。でも鬼ごっこで仮に僕もいろんなところで聞くときに、捕まえに行く役割は鬼では、うん、逃げる役割を何と言いますかっていうと、実はほとんどの人が答えられなかったりとかすることがやっぱあって、で実は鬼ごっこってここの今の共有画面に出てると思うんですけども、鬼ごっこって鬼が子を捕まえに行く遊び、実はで、そのコトロコトロという鬼ごっこはですね、この下の真ん中のツバメで簡単に説明するとですね、これ誰の絵だっけ、宇田川博之さんって結構有名な画家さんですけども、はい、こう左にいるツバメが鬼でですね、はい、この列の一番後ろのツバメを捕まえに行くという、鬼ごっこで一番先頭でこうバーッと手を広げている役割の人を中心にこう蛇みたいになりながら守るみたいな、うんうん、鬼ごっこでして、でこの一番先頭が親という風な役割で、実はもう一個役割があって呼んでいて、だから鬼ごっこって実はその鬼が子を捕まえに行くのを親が守ってあげるっていうような、ある種仲間を大事にするとか家族感とか、それこそもし弱い子がいたらそういう子は助けてあげるとか、そういうのを子供が遊びを通じて学んできたものだっていうのが、会長が研究する中でこう分かってきたことみたい で、 である種私が始めたきっかけっていうのは、こういうのを知り出したっていうのは結構大きかったかもしれないですね。そのなんか今の日本に結構欠けてるものというか、うんうん、誰かを助けてあげたりとか、うんうん、なんかそういうことを遊びを通じて学ぶっていうのは素晴らしいことだなという、やっぱり当時2010年なの、2011年3月東日本大震災があって、はい、でそれ以降にこう僕たちは東日本大震災前は、まあ、まだ学生が半分ぐらいいたりとか、その若い社会人でも 1,2 年目だったので、どちらかというとこうそういうのがありながら楽しくワイワイみんなでガヤガヤやってたんですけど、うん、本当東日本大震災以降にそういうのが大事っていう風に皆さんでこう話す機会がとても増えて、でそれからだんだんこう、まあ、ある意味ご依頼がすごいたくさん日本全国から増えてきたの で、 でそれでだんだんこうこれが仕事にこうなっていくかなっていうふうな形でこう発展していった形がすごくあって、その基盤がこのコトロコトロにはあったかなっていうのが、そのメンバーの中で。なるほどね。これ1300年前っていうのはまさに奈良時代で、平安とか、そうですね、平安文献が出てくる時代で、そう、ね、日本書紀とか、そう、古事記が編纂されてちょうど1300年ぐらいっていうのが、はい、でもそれぐらいと同じぐらいの、ね、確か本の中に出てくるみたいなので、はい、で元々はそれこそ五穀豊穣を祈ったり割ったりする祭りごと、あとはそれこそ今の
時期にも本当は実は大事だったりする疫病退散のための儀式としてそのこのコトロコトロという儀式をするのを子どもたちが真似をしながら遊びに変えていって鬼ごっこになったっていうふうに言われているので、ああ疫病の話は私も最近聞きました。今このね COVID-19 コロナウイルスが、はい、あの拡大している中で、あの鬼ごっこの鬼っていうのももともとはなんかそういう疫病の、まあ、疫病を払うための神事から生まれたものなんだよっていうのをちょっと聞いたことがありますね、はい、そうなんだ。それのこう儀式が実は鬼ごっこの起源だったっていうところに実はつながってくるので本当に、うん、なんか不思議な感じですけど、まあ、ある種こう鬼ごっこに今共感する人が結構やっぱ多いんですけども、うん、まあ、そういうのもやっぱり歴史的なものもあるんではないのかなっていうのが、これあの右上に今三すくみの世界観って言って鬼子親ってこれがすごいさっきから気になってるんですけどこれ何ですか？結局誰が強いわけでも実はなくじゃんけんってあるじゃないですか、グーチョとか、あれに近い感じで、それこそ鬼は子を捕まえに行くの、親が守るで親は子を守るっていうことしかできないので、その鬼を別に倒す役割ではないんですよ、で子っていうのはその親にちゃんとこう連なりながら動いていくっていうところで、ある種なんですで結構この三すくみの鬼ごっこっていうものがあの昔は結構あったみたい で昔はこの鬼と親と子が出てくる鬼ごっこ、それこそあのスポーツ鬼ごっこの原型は陣取り系の鬼ごっこでして、あの宮島さん陣取り系の鬼ごっこはやったことないですかね？陣取り系のはちょっとないかもしれないですね。結構あの昔はその陣取り系の鬼ごっこって言ってお互いの陣地にある宝を取り合うみたいな。あーなるほど。そうそう、有名どこだと結構 S 剣っていう鬼ごっことか、ひまわりっていう鬼ごっことか結構あるんですけれども、あとなんか水雷艦長っていう、その時代に合わせてこうなんか陣取り系の鬼ごっこってあって、それは大体こう三すくみが出てきたりとかっていう鬼ごっこで、なんかあのまあ本当に誰あの欧米は欧米の鬼ごっこってどっちかというともうちょっとグロテスクな、なんかその空が変われるか的なあの大体多いのが大鷹が小鳥を捕まえに行くんで大体あの欧米はこういう鬼ごっこがやっぱ弱肉強食的な、そうね、弱者と強者がものすごいはっきりしてるのねある種日本ならではのそこに親を入れるという、あと結構あの稲作文化的なところもこういうのが多いですね、世界 の、農耕民族とか多分狩猟民族っていうよりも農耕的なこう仲間とか、まあ、コミュニティ大事にする人がすごいこのコトロコトロに似たような遊びは世界でもこうありますね。あ、なるほどね。ただ鬼が出てくるのは全世界でも日 本、 だけ、ね、日本が、だ中国でも鬼が出てこないで鬼ごっこをやってるそうなので、まあ、それもなんか不思議な日本ならではの、そうですね。であの今あの流行ってるあの鬼滅の刃ご存知ですか？はいはい。あれのあの、イノシシの面かぶったキャラクターご存知ですか？そこまで言われるとまだ見てないのはバレます。そのキャラクターの趣味がこのコトロコトロなんです。へえ。で面白いのがその主人公とかその主要メンバーがよく仲間内で遊んでるのがこのコトロコトロっていう設定で、ちゃんとあの公式のファンブックにも書いてあるんですけど、ちょっとじゃあこれもうちょっと調べてみたいですね。でもいずれにしてもその奈良時代平安時代も本当に古事記が書かれた時代からこういったものがあるというのが面白いし、またそういった神事が遊びになっているっていうのは、これはもう世の東西を問わず、まあ、いわゆる農業文化のその五穀豊穣の祈りから神事が始まり、そしてそれをもとに演劇が始まっていったり、私は専門がフランス演劇だったもんですから、
そうなんですよ。だからもともとフランス演劇なんてのバッカスのね、お祝いから始まって、はい、それでお芝居がこう出てくるわけですけれども、まあ、大体こう農耕民族のお祭りからこういったゲームが出てくるっていうのは当然のことなんですよね。世界中そうですね。っていうことがやっぱり大きく、はい、我々としての活動の中心にあるっていう感じで、はい、まあ、運動効果としては本当に、まあ、基礎体力っていうのはもう鬼ごっこするだけでどん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 上がっていきますし、まあ、我々が主にやってるスポーツ鬼ごっことかみたいな、まあ、チームでやる鬼ごっこもたくさんあるので、そういうのやるとある種チームワークだったりがこう向上したりとか、まあ、やっぱそこで話をしなきゃいけない状況にやっぱなるので、まあ、そこでコミュニケーションも取るような関係性になって、でそうすると中にやっぱりリーダーシップを取る人たちが出てくるっていうところで、まあ、リーダーシップっていうものもちょっとずつできてくる子たちもいたりとか、まあ、あと一番はやっぱりこの一番下の運動の楽しさを学ぶということで、まあ、本当に会長が本当もともとは運動が苦手だったり嫌いな子のためのこうプログラムとして考えていったのが鬼ごっこだったので、まあ、本当にこう運動ができるできない年齢代償を関わらず動くことが、まあ、楽しいんだっていうことを感じる一つに鬼ごっこっていうのはなるんではないかなと思います。で実際に事例としても品川区とか大分県の九重町とかっていうのはもう本当に学校の授業でやってる学校があったりですとか、まあ、今本当全国のいくつかの、まあ、市区町村では体育の時間にやったりっていうことで、少しずつ行政の現場でもやる機会が増えてきているのかなと思います。で実際この九重町とかだと実際の事例として導入した直後ぐらいのこれデータなんですけども、飛躍的に体力テストが上がったりっていうことがあったそうなの で面白いのがなぜかやっぱどこで体力テスト の調査してもボール投げが上がるんですよね。腕関係ないですね。関係なさそうじゃないですか。本当は上半身とか腰とか使って投げるんですよね。はい、腕じゃないんですよね。はい、だから多分本当体の使い方をおそらくなんか運動、特にやっぱ運動苦手な子が体の使い方をなんかちょっとずつ分かるから、その前の方が上がるわけではないんですけども、その下の方ので数字がこうグーグーっとこう上がってくる、そこ上げされてくるわけですね。そうですね、平均が上がる、全体的に上がってくるっていう、うん、効果みたいですね。なんで、まあ、ある種一番我々としてそのアスリートのところよりもその下のところを大事、うん、我々としてはどっちかというと大事にしてるので、そこのこう一つの目的には達してるなとは。最高ですねそれね。まあ、あとなんかすごい言われるのは学校の先生のモチベーションがすごく上がるらしくて、うん、そのもう今日だってこのねセミナーやりますっていうのをフェイスブックで私至る所にこう巻いてったら、いやうちのクラブでもやってるとか、うちの学校でもやってる、これね子供より大人が夢中になっちゃってる。そうなんで結構うちも最初はもう子供メインだったんですけど、だんだんこう大人だけの大会がたくさん増えてきて、うん、あらあら本当ですか。保護者だけのチームもあったりとかしますね、うん、これね何歳ぐらいまでの方ができるのかわからないんですけれども、うん、その辺はいかがなんですか。まあ、今まで最高齢というか、まあ、普通にそのまま参加してる最高齢だともう70数歳。あ、そうですか。実はね、まあ、ここに書いてある基礎体力、チームワーク、コミュニケーション、はい、リーダーシップ、動くことの楽しさ、まあ、リーダーシップはちょっとあれだけども、はい、これね長生きのコツなんですよ全部実は。いつもコロリじゃないけど元気になるっていうこと で、はい、でね、基礎体力があって、それからみんなと一緒に何かをすることを大切さで、何よりも社会とコミュニケーションを取るっていうこと、人と何かを一緒にやるとか、それから体を動かすことの楽しさっていうのを知るって、これね
本当ね、人生をアクティブに生きて、長生きをしてディメンシア、いわゆるアルツハイマーとか、はいはい、それから、脳のちょっとまあ老化、そういうもの、まあ、健忘症みたいなやつですかね、そういうものになりにくいためにこういうことが必要だっていう研究スタディはもう出てるんですよ。だから私これ見ながら、あら、これ子供のためとはいえど何歳ぐらいまでできるかわかんないけど、結構いいなと。ちょっと年齢がいった人たち同士でやるときは、うん、早歩きでやったりとか。そうそうそう、走ると怪我の人だからね。走ると危ないので、うんうん、歩いてやっても結構やっぱり面白かったりするので、ね、まあ、そういったところでそれこそ年代に合わせたちょっとしたルールを作っていくと全然できたりするので。なるほどね。それこそスポーツ鬼ごっこもすごい僕の中で一番いいなっていう光景だったのが、3世代で一つのチームでやってたことがあって、本当の家族の3世代です。お孫さん、お父さん、おじいちゃんだったかな、こう一緒のチームになってるのを見たときに、なんか、まあ、もちろん今なかなかそういうのができない社会にはなってきてはいるものの、なんかそういう機会があるだけで、まあ、嬉し、なんかある種人生豊かになるだろうなっていうなんか、まあ、そういうこともなかなかサッカーとかそういう既存のスポーツで3世代同じチームでやろうって言ってもなかなかこう現実的に難しい部分もあると思うんですけども、なんかそういうことができるっていうのも、まあ、ある種鬼ごっこならでは の、 本当ですね。どんな地域に地方にいてももうスポーツ鬼ごっこってスポーツってついてるんですけど、鬼ごっこなのでもうどんな人に話してもみんな共感してくれるんですよ。それがこう不思議というか、なんかお互いですぐ笑顔になれるので、多分ネーミングというか元鬼ごっこのなんかなせる技はなんかそこに一番あるんだろうなとは思いますね。やっぱ今ってこういろんなインターネットできたりこうデジタル化したりこうもう価値観がいろいろできているので、なかなか世代間でこう同じことを楽しもうっていうのは難しくなってきてるんですけど、そこにすごい役に立つなっていうのはいつも思いますね。そうね、孫がやってるそのいわゆる iPhone だとか、ね、こういうゲームとかいろんなもののこういう SNS とかって、じいちゃんばあちゃんは、ね、何やったるんだろうなっていうね、お母さんお父さんコンピューターわーってやってるけど、今度その子供たちはコンピューターのパッドを叩くよりも自分で片指でこうやって動かした方が早いみたいにやってることがみんなちんぷんかんぷんっていうか、お互いにわからないっていう人たち多いですからね。だそういう中で本当に共有できるっていう、なんかまあある種一つのツールというか、コンテンツにはなるんだろうなっていうのは思いますね。はい、はい。でまあ、その中でスポーツ鬼ごっこというものがありまして、まあ、簡単に言うともう本当に陣地を、まあ、サッカーとかバスケとかああいうまあチーム競技 の、 やるのとほとんど同じなんですけれども、まあ、本当に大きさはバスケットボールぐらいのコートの大きさです。で、左側の陣地と右側の陣地のチームに分かれて、左側の陣地のチームは右にある宝を取りに行き、右側の陣地のチームは左にある宝を取りに行く。もうやることはこれだけの至ってシンプルな鬼ごっこです。でルールが3つだけありまして、スタート位置がこの S エリアというふうに書いてあるエリア、この長方形のサッカーのコーナーのところにある、はい、ところにスタート位置に入りまして、で用意スタートの合図で、まあ、出ていきます。まあ、公式は7対7なので、まあ、7対7だとしたら、まあ、全員がこう3人4人でもいいですし、0人7人でもいいので、まあ、そこはチームで作戦を考えてここのエリアに入って用意スタートで出ていって、真ん中の線を越えて左側の陣地のチームが右側の陣地に入った時に、赤い、まあ、陣地の赤いこうビブスの人が左の陣地のチームだとしたら、まあ、その陣地のチームの人が右側に行きます。はい。で青いチームの青いビブスのチームの人に両手でタッチなんです。鬼ごっこって結構片手タッチが今度じゃないですか、でもこのスポーツ鬼ごっこは基本的に両手タッチです。はい。で両手でタッチをされた人はどうするかというと、一度コートの外に出て
スタートしたエリアの S エリアに戻れば復活ができる。だからタッチされて終わりになるんじゃなくて、この S エリアに戻れば何回でも復活することができるというのが一つ目のルールです。だからタッチされた人はもう何度も S エリアと行ったり来たり行ったり来たり。ああそうです、あそうです、かなり運動になります。もう攻めの人たちは結構大変です。で、2つ目が相手の陣地の S エリアに入るとスタートのエリア、スタートがセーフティーに名前が変わりまして、要は安全地帯になる。鬼ごっこで高鬼とか、ああいう鬼ごっこって高いところに登ってる間ってずっと無敵でいられるみたいなのが結構鬼ごっこでもあるんですけども、相手の陣地の SLA に入ると無敵になってタッチをされない。だから左側、まあ、7番、左下の7番の、あ、そうです、この人です。そうです、ここに、そうです、だからここの人は今無敵状態ってことですね。ここにいる間はでもこうやってガードされちゃったら出ていけなくなっちゃうのね。それが、ここが意外に広いんです。で、これが実はここも実は最初はこの形ではなかったっていう、なんかもともとはこれサッカーの本当コーナーみたいな形だったのが、うん、出ていけるように。あ、そうかそうか、じゃあスッと、うん、感激を塗って出ていけばいいわけ。そうそうそう、1メーターかける3メーターぐらいあるので、うん、1人では絶対にここから出すこと、要は守ることができないみたいなエリアの大きさに、変わってるんですけども、うん、とにかくここに入ると無敵になる。なるほど、ね。最後3つ目が宝の周りにピンクのサークルのエリアが、はいはい、ここの中に守っている人は入ってはいけない。取りに行く人は入らないと取れないですけど、はいはい、守っている人は入ってはいけない。今赤いビブスの6番の人は守ってるから、そうです、はい、来る人をガードしてるけど絶対足は踏み入れちゃいけないってことね。いけないってことです。直径3から 3.5 メーターぐらいあるので、要はこれもしなかったらもう本当にみんなで宝の周り囲んじゃえば終わっちゃうっていう形になるので、うん、っていうルールの中で、時間内にどっちがこの宝を取れたかというので、勝敗を決める鬼ごっこになってます。両手でタッチをする、それから、S エリアっていうのがあって、あともう一つ呼び方、一個が両手でタッチをされたら自分の陣地に戻って、はい、S エリアに戻って復活、で、ね、相手の陣地の S エリアは無敵になる。無敵、なるほど、はい。T サークルには守ってる人入ってはいけない。なるほど、はい。 T はなんで T なの？あ、トレジャーです。宝。あー、トレジャー。宝ね、お宝。なるほど。最初は、宝取り鬼ごっこってネーミングだったんですよ。宝取り鬼ごっこだとちょっと古風なので、それでいろいろ話して、なんかスポーツ鬼ごっこに行き着いたんですけど。なるほど。で、まあ、大体本当に今だと、幼稚園の年中さんぐらいであれば、今言ったルールと、はい、1試合ぐらいやったらなんとなく分かってくるぐらいな感じですね。それはいいですね、はい。だからパッと大人は意外と難しいんじゃないかなみたいに思う人も中にはいるんですけども、意外と難しくないという。そうですね、この3つだけ覚えればいいんですよね。そうです、そうです、はい。で、結構面白いのはこの守ってる人ももうただタッチだけでいいので、前あったのは元 J リーガーの本当にトップでやってた方が来て、その普通の保護者の方が守ってた時に、他のスポーツだとありえない現象が、もう本気でこう切り返ししたりしてもそのお母さんを受けなかったっていう、この J リーガーが。へー、そういうことが起こることがあるっていう、なんか不思議なものだな。だから私もそういうの見てて、まあ、だからそれこそこれも本当に運動がこれしかやりたくないっていうことがもう結構実はいて、その、うん、なんだ、運動は嫌いだけどスポーツ鬼ごっこだけは好きっていう子が結構いるんですけども、うん、なんかそういうところもあるのかな。あとは復活ができるとか、うん、そうか。ね、だいたいこういうのって普通、はい、じゃあ線の外側に出てて見学とかっていう形になっちゃうんですけど、それがないのはいいですね。一回捕まっても。で、あと、なんか誰のせいっていうのが見えづらいんですよね。責任の所在がこう。
見えない。そうだからお前の、ま、お前のせいで負けたんだよって言われるのがすごく嫌なのよね、スポーツって。はい、だそれが、うん、だそのこれって他の球技と大きく違うのって、普通ボールを中心に攻めが行ったり来たりするじゃないですか。うん、はい、これはその攻めと守りが同時進行で行われているので、宝を取ったからいいわけではなくて、その取る前に取られてたら相手に入っちゃうし、うん、っていうのがあって、その守りも大事だし攻めも同時に大事っていうところで、だって取れなかったら攻めのせいにもならないし、うん、取られても守りのせいにならないっていう、まあ他のスポーツもまあ本当に詳しくやると多分そうなってるんですけど、そのスポーツ鬼ごっこはそれがこうより他普通に運動経験ない人でもそれを実感できるというか、多分これってでも作戦立てないと、作戦立てると面白いでしょうね、かなり面白いです、はい、だからあのそれこそ運動能力の高い7人と、うん、あのちゃんとみんなでチームワークよく作戦を考えるチームがやったら絶対後者が強い、え運動能力のある人たちが負けちゃう、負けます、負けちゃいます、ね、なんか思考がクレバーじゃないと勝てないですねちょっとそれすごいなんか両方いた方がいいんですけど、その本当にもうなんか無我夢中で走り回る人も中にはいた方がいいんですけど、適材適所で攻めの何人かはもうひたすら走り回るとか、うん、あとは守りの真ん中はもうとにかく指示が出すとか、そういうこう本当に役割がすごい大事なので、そういうのをある種で見分けられる司令塔みたいな人も必要だったんですよ本当ですね。さっきのね、あの J リーガーをあのお母さんが必死にこうなんか守ったのかどっちか分かんないけど、 J リーガーが抜けきれなかったって、はい、お母さんはこの鬼ごっこの達人でいらっしゃったの？いや、じゃなくて初めて来た時です。それでもそんなことないじゃん。ライセンスを取りに本当に初めてに近い感じの人がそれをやってもなったっていう、それがで本当にスポーツ経験者は信じられないんですよね、多分。そんなこと絶対経験してきてないはずなんだ。ですよね。だって生まれた時からずっとあの子は足が速いとかボールを蹴るのが速いとか誰にも負けない、とうとうプロになっちゃったよっていうそういう人ですものね。はい、それが本当に、うん、ある種誰もが参加しやすい環境のスポーツなんじゃないかなっていうのは思いますよね。面白いわ、これは面白い。なぜなのかそれを調べてみたいっていう感じですねでそれこそその日来てできるので、あの練習する必要がないんです。そう、それが重要、うん、それがあの本当にすごくやっぱ大事だなと思っていて、結構やっぱ特に今の子供たちってあのパッとすぐできないとなんかすぐ飽きちゃったりすることもやっぱ結構あったりするので、やっぱそれの元凶はやっぱゲームだったりするんだね。あいい意味でも悪い意味でも、こう今のゲームってやっぱ簡単にできてるし、一番最初の1時間ぐらいこう練習すればすぐ遊べるゲームいっぱいあるので、そういった意味で本当に。でも私ね、前聞いた話でえっと思ったのは、テニスをもし始めるとしたらね、日本だと必ず素振りから入って、はい、で、はい、あの練習とかって言って延々練習して試合ができるのって2ヶ月後とか3ヶ月後とかってなってか、はい、なってる感じでしょ。でもね、これ欧米ではテニスね、初めてラケット持った人でもじゃあ試合しようかって言ってすぐ試合するんです。スポーツってだって試合するためにあるんだからって言われるんです、はいはい、でその話を聞いて今ふっとやったことがない人でもすぐできるって、これはあのスポーツとしてとっても基本的な部分で大切なことだなと思いましたね。それが本当多分あの受けてる理由の一つにあるのかなっていうのは、うん、なんかあの子供たちにはなんかそれこそ今のスマホとかゲーム用語だとチュートリアルがすごい簡単だよみたいな形で、あらね、おじいちゃんおばあちゃんチュートリアルってなんだねそれっていう感じだけど、要するに説明してもらうことが簡単だよってことなの？そういうことです。あ、そうそうです。だからあの説明書がすごい薄いみたいな、うん、まあ薄いああなるほど、うん、っていう形でやってる感じですね。あのまあ、実際さっきの続きですけど、本当に小学校でもあの結構いろんな地域でやってたりですとか、あとは
まあ、最近だと次行ってもらって、去年 の、 あの茨城国体のつくば市のデモンストレーション競技としても初めて採用がされて、何チームぐらい来てたのかな、30から40ぐらいのチームが来てたんですけども、で来年も三重国体でもまたやることが決まっていたりするので、まあ、ちょっとずつそういう、まあ、他の旧いわゆる競技スポーツの、まあ、大会とかにも、まあ、ちょこちょこと参加するようになったりはしてきていますね。で、まあ、以上ですね。あ、はい、はい、というような、まあ、形で、これ本当何か の子供たちのウォーミングアップとしても使えますね。いいですね、はい、だ本当に今いろんなスポーツ競技とか の、 最初のこうウォーミングアップの10分15分で、うん、スポーツ鬼ごっこをパッとやって、もう10分15分あれば全然構わないので、スポーツ鬼ごっこはそれを、まあ、子供たちはもう1時間とか2時間永遠やってる子たちもいるんですけども、ただもう、うん、10分ぐらいスポーツに多くやったらウォーミングアップ以上になっちゃうかもしれないぐらいなるほどね。でも本当楽しそうでいいなと思いますけれども、これをじゃあ国際スポーツ鬼ごっこ連盟ではある意味なんかいろんな資格を与えたりとかってやるわけですね。そうですね。でさっきのスポーツ鬼ごっこの審判員の養成が一番こう、まあ、始終というか指導員の方とかがいるんですけど、うん、で先ほどのなんか60代とか70代50代、まあ、どちらかというとその年配の方々 の、 その結構生きがいになってるケースがすごくいろんな地域であって、まあ、実際に自分がこう体を動かせなくてもそこで審判をやったり、なんか大会の運営のスタッフに入ってまあ、ちゃんと審判をやったりっていうのがすごくこうその人たちにとっての仲間作りとか、まあ、自分より年齢が低い若者とのこう交流にもつながったりされてる方がたくさんいるので、そういう意味ですごい価値があるかなっていう。で結構その連盟というか鬼ごっこ協会としてすごい大事にしてるのがその審判を黒子にしないようにしてて、そうどちらかというとそのまあ、メジャースポーツって審判ってどちらかというとなんか目立たない、こうなんかどちらかというともうちょっとしたミスしただけでも叩かれる存在だと思うんですけど、そうじゃなくてスポーツ鬼ごっこはもう審判もプレイヤーと同じようにもう大事なそこの出演者の一人で、例えば審判がちょっとミスジャッジしてもそれはもう審判が本気でやってたら、本気でやってもちゃんとやってたらミスしてもある種サッカーだったらもうシュートミスするのと一緒じゃないですか。だからそういう風なスタンスで審判もそういう風にしてるので、こうやりがい持った人が多いっていう風なことなんだと思います。協会として要はみんなで許容し合いながらやっていこうよっていうスタンスでやってます、ね、まあ遊びなんだからって感じですね、はい、そうなんです。基本がそれがこう、うん、なんかどうしてもそうな、まあどっちかというとスポーツ経験者とかはなかなかやっぱりこうもっと正確に、まあ、もちろん正確には絶対やるんですけども、うん、そっちの意識が強い人の方がやっぱ多いんですけども、でもやっぱりみんながいて初めてスポーツが、それこそ大会やろうって言って審判が誰もいませんって言ったら、そもそも大会自体開けなかったりとか、はい、なんかそういうものも含めてみんなこうちゃんとお互いを尊重し合いながらやろうよっていうので、それこそライセンス研修とかをやってる意味はむしろそこにあるというか、だからそれこそうちは審判と指導員が3級、2級、1級、S級ってあるんですけども、2級までは一緒のライセンスになっていて、それはもうその指導する人もちゃんと審判がちゃんとこう大事に思えないといけないですし、逆に審判もやっぱり指導者ということも大事にできないとっていうので今やっていて、で今ライセンス持った人が3000弱ぐらいまで今来てるので、まあ、ちょっとずつある種このなんかそういうなんかちゃんとしたビジョンの共有できる人たちでまずは広げていこうっていうのも一つある感じですね。なんかイメージ的にはオーケストラの指揮者みたいなその主審とかは、主審とかはそうですね。なるほどね。
まあ、これから2023年をめどにですかね、中学校の部活動などが、はいはい、もう学校の中だけではなくて土日はもう地域に任せましょうということが、うん、文部科学省から9月に、もうお達しが出たわけですけれども、出ましたね、はい、そうなるとやっぱりこの、まあ、部活で一つのことをやってるのはいいんだけれども、土日地域の方々と違う形での活動っていう風になった時にこういうものを取り入れていくっていうのも面白いですよね。でこれ異年齢はどうなんですか。さっき、まあ、3世代でできるっていう話もいらっしゃいましたけれども、はい、やっぱりその子供だけ今少子化だから集めるってわけにもいかないだろうし、人数が集まらなくて、でまたその大人だけじゃつまんなくなるしっていうので、年齢とか性別とかそういうのがもうぐちゃぐちゃでも大丈夫なんですか。ぐちゃぐちゃで大丈夫です、ね、もう本当にそれこそ小学校の、まあ、うちでアンダー12っていうカテゴリーで12歳以下の、はい、カテゴリーのトップクラスと大人のトップクラスやったらどっち勝つか正直分かんないです。本当本当に、でそれこそ日本代表が、まあ、女子のカテゴリーと一般のカテゴリーとアンダー22のカテゴリーがあるんですけども、どこが試合してもそんなに差がないです。うん、だからそのなるほどね。ってことは今アンダー例えば12って言った時には12以下の人たちが集まったチームなわけですよね。そうですね。実際にそれが、まあ、いろんなところと対戦してもどっちが勝つか分からないっていう話も分かるんですけど、一つのチームの中に12歳から50歳からっていうのもあります。そういうのはどうなの。一応なんか地域選抜大会っていうのがあって、もう必ずそのいろんな世代が一つのチームにいないといけないっていう風な形でやってますね。こういうのもあるんだ。あります。はい、一応アンダー9の世代が必ずいる、アンダー12がいる、うん、それ以上も必ずいるっていう大会もあるので、うんうん、ああじゃあそういう異年齢 の、 世代が変わった人たちが一緒になって作戦を練って、はいはい、お前さへえからそこ行け、じいちゃんここ守るみたいなのもあるわけね。ありますありますね。多分スポーツ鬼ごっこ地域選抜大会が多分他の競技ではありえない大会だと思います。あそう、だから本当に小学校1年生ぐらいのちっちゃい子と、うん、本当50ぐらいのおじさんが普通に一緒に同じフィールドの同じチームでやってたりするので、で普通にこう和気あいあいもそうなんですけど、大会なのでもう本気でやってますね、うん、皆さん。いやでもそういうものがあるとその地域の人たちっていうのはお互いになんか仲良くなるし、地域の活性化っていう意味でもとても素敵でしょうね。そうですね、そうですね。本当になんか普通こうなんか子どものそういうイベントとかにいろんな世代が来てもどっちかというと何かを見るとか、はい、まあ、お祭りだったらそういうなんか縁日に参加するとかっていうのなんですけど、これは本当に全員が真剣に同じ中でやるっていうことになるので、まあ、そういった意味では多分ものすごく地域のある種コミュニティ作りには役立つんじゃないかなとは思います。そうですね、本当面白いなと思います。うわすごいな。今じゃあこれ全国大会とか地域大会とかどういう形でなさってるんですか。一応今のところ年に1回、まあ、全国のいろんなとこから集まるような大会を開催をして、はいはい、でもう1回はまあ、いわゆる他の競技でいうと国体みたいな、うん、その都道府県の選抜だったりとか、まあ、そういう地域の選抜したチームで争う大会が1個ずつあって、でもう1個 ONI リーグっていう形で呼んでるんですけども、まあ、トップリーグ J リーグみたいなそういうものもあったりとかっていう感じで、まあカテゴリーごととか大会ごともいくつかやったり、あとはもう来年度からはもうそういうの全部ひっくるめてポイントランキング制のなんかリーグ戦もやろうかなみたいな、その全国一斉に会社、なんか テニスとかゴルフみたいなイメージ、だからどんどん発展していきます、ね、発展していくっていうか、まあ、皆さんの、こんなの面白いからやってみようかっていう、小さな団体だからこそフットワークが軽くて、トライアンドエラーもしやすいので、うん、
本当に時代に合わせて形をどんどん進化させ変化させていくって言った方が正しいのかな。なんか本当に一番最初はまあその大震災があった後にその一番多かったのは全国の商工会議所とか青年会議所の若い3、40代の経営者の方団体からいっぱいお問い合わせ来て、でそこでいろんなところでイベントやったのがスタートなので、でその次にオリンピック東京オリンピックパラリンピック決まって、でそこからなんかスポーツのご依頼が増えて、本当に時代の変化に合わせてこっちもなんかできることのやり方を変えてるっていう風な形が多いなと思います。なのでこれからはどちらかというとデジタル活用して、でそういうそのスマホとかパソコンとかいろんなものを介して若い世代とか保護者の方とかがつながり合える仕組みがどうやったらできるかなっていうのを今考えてるところですね。今おっしゃったその最初わーっと広がっていった時っていうのは、その東北の大震災の時に、まあ、みんなで元気づけようっていうのが始まったっていう形なんですか？そうですね。だ地域でなんか子どもたちとか、うん、あとはいろんなコミュニティがやっぱみんな絆を大事にしようっていうやっぱことがある種全国中で言われた時に、はいはい、何をコンテンツとしてそれをやるとそういう一つのつながりができるかってなった時になんか引っかかってきたのかなっていう、 ある種鬼ごっこって本当誰でも分かる共通言語なので、うーん、それも良かったのかなとは思いますね。そして次に今度は東京オリンピック・パラリンピックということで、まあ、あの運動嫌いな子もなくしてほしい、はいはいはい、なんかあの身体活動をすることの楽しさみたいなのを通じて、仲間づくりだったりとか、はい、まあ、その動かすことによるあの喜びだとか友達付き合いみたいなものをうまく醸成させていったらいいなっていうのが、うん、2回目の大きなチャンスになって、そうですね、はい、で多分今回のコロナでリアルな生身の人と人とのつながりとか触れ合いとかそういうのが多分すごく求められてきて、今まではテレビゲームとかスマホの介したつながりがある種付加価値持ってたけど、それがもう皆さんにとってもうごく普通の当たり前のことになってきた時に、そこからさらに何を切望するのかって言って、やっぱそうリアルなところにまたなんか回帰するのかなっていう部分もあるので、そこを次のステップではやっていきたいなと思って、葉崎とかいろんな人たちとやってるっていう風な形なんですね。なるほどね、まあ、実に面白いなと思います。なんかこんなお話をしてきたらもうあっという間に64分ぐらい経っちゃったんで気づいたね、そう気づいたらいやでも面白かった。鬼ごっこやっぱり祭事から始まったっていうね、神事祭事そういうところから始まって、こういった日本の伝承的な遊びっていうのが生まれてるっていうのは、とてもそれは洋の東西を問わずのことなので、同じ遊ぶのでもちょっとそういうことを知っていると気持ちが変わりますよね。はい、そこを本当になんか指導者ライセンスでもあそこを一番大事に話をするのは、うん、まさしくそこでやっぱりスポーツ鬼ごっこもやってると本当にスポーツになっていくので、ただ前提としてはやっぱりそういう大事なものがあるんだよっていうのを分かった上でぜひ、うん、やってもらいたいみたいなところがあって、そうですね、してる感じなので。わかりました。それでは皆さんの方からもし、特に質問がないようでしたら、そろそろこの辺でお開きにしちゃおうかなとも思っていますけれども、はいはい、もし何か特別な質問とかがあるときにはここにお問い合わせくださいっていうのを、平峰さんでも葉崎さんでも私の方にちょっとご連絡いただければ、はい、あ、わかりました。でこれをまた、はい、YouTube に載せておきますので、はい、何かそこに連絡を入れてくださる方がいるかもしれないので、その時はどうぞよろしくお願いいたします。今日は本当に長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間の70分でした。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。